さんこんにちは。 MK の Q チャンネル、マサイソンスもよろしくお願いいたします。 MM 校全国制覇の旅、近畿地区奈良編、本日は第19話お送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。通算46話目になります。もう奈良県も19話まで行ってしまいました。奈良が長いで、前回ですね、5年目の夏の甲子園やったんですけども、3回戦で、新世界高校にも完敗ですね。もう完敗。もうかなりきつかったですね。もう、ビタビタのエースに抑えられる。で、キャッチャー矢野くんにも打たれるというような形で、結構ね、盤石のチームで行ったと思ったんですけども、負けてしまいました。で、3回戦で負けてしまったので、そのまま新チームに、切り替わって、で、秋の県大会、そして近畿大会と戦っていきました。で、特に今の2年生が、転生 OB、転生プロがいない中で、かなり弱い世代なんですけども、もうありったけの、本を上げて、なんとかチームを強化して、近畿大会まで、しっかりと勝ち上がることができました。で、今日はですね、まずはドラフトを行って、で、その後に、神宮大会、そしてスカウトとやっていきたいと思います。ちょっとね、本を上げて、ピッチャーであったりとか、野手もだいぶ走れるようにもなったので、ここはね、神宮もしっかりと優勝できるように頑張ってやっていきたいと思います。で、1年生にはね、1番で山田哲人が、金徳ロケットスタートを持っているので、山田哲人にも、活躍を期待してやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。でこの MK の記述映画ないんですね。本編にあっては、月曜日と木曜日以外は全て配信、月曜日と木曜日だけお休みいただいてます。で、他はですね、ショートにあってはほぼ毎日、配信しておりますので、またチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。さあ、それでは今日も元気になっていきましょう。お願いします。いや、前ね、もうね、ここでいけるかな思ったんですよ。ピッチャーも星野さんでかなり良かったんで、勝てるかなと思ったんですけど、もう新世界高校、大阪ですね。もう強すぎ。もうなんか大阪桐蔭みたいな強さでしたね。まあ言うても大阪桐蔭も最近ね、甲子園では勝ててないんで、あれなんですけども。まあ。で、その後ね、県大会、近畿大会戦っていって、で、県大会2回戦で平城農業。毎回結構ね、県大会でも決勝で当たってて、6対5で勝ってるんですけども、そこと乱打戦をして14対10で勝つことができました。で、その後、近畿大会はコールド勝ちすることができたので、今のところ流れ的には悪くはないかなというような形です。で、このまま、次ね、ドラフト会議このまま入って、で、神宮の抽選会かな、行きたいと思います。いや、辛いよね。オッケー。だいぶね、やっぱアップデートされてから、勝ち運と、負け運とか、赤得がしっかり消えるようになったんで、うわ、ここの多項調査もかなりでかい。はい、効率アップ。ただ、ドラフト外に入る。ノックでいくか。で、星野さんですね。どこ行くか。オリックスか阪神ぐらいに行ってくれたら一番嬉しいんですけども。第1巡選択希望選手。誰かな？東北楽天。楽天誰？あー、木松さん、東北楽天。読売、まさか。あ、チカちゃん、いいね、チカちゃん、巨人っぽいね。横浜 DeNA。 あ、もしかして、星野。ああ。福岡ソフトバンク。ソフトバンク。あー、篠原。遠藤ね。もう他はいないか。選択希望選手。お、東北楽天。楽天、また2人目。おー、沢口。3巡目なんだ。第6巡選択希望選手。あー、いないというような形ですね。まあ、しっかりとプロ選ばれてみんな良かったです。で、このまま、神宮の抽選会入っていきます。結構ね、毎回ね、神宮の抽選会が結構苦渋悪いんですよね、いつも悪いんで、ちょっと不安はあるんですけども、楽しみに入っていきたいと思います。もちろん参加します。いや、このね、那瀬高校したか、山口高校、多分あれかな、中国地区、多分山口県の山口高校なんで、5番欲しいですね、前評判でいい。ここかな、5番。おっしゃ、来たー、前評判でいい。いやいや、ラッキーよ。結構今回、須崎高校とか小千谷とか結構強いんですけど、いいです、その辺はいいです。ただ、しっかりと1回戦前評判 D なんで、頑張ったらちゃんと勝てるんじゃないかなと思いますんで、神宮までやっていきたいと思います。はい、それではね、早速、神宮大会初戦、山口高校前評判 D というところでやっていきましょう。オーダーだけ先に打っていきます。県大会と変わらないんですけど、1番ロケットスタートの山田哲人。
で2番が走れるチャンスメーカーの青木セカンドですね。で、3番がキャッチャーのプルヒッターの西口ホームラン12本ですね。で4番がショート、今井ちゃんで、5番がアベレージしたパーヒッターの、飯田しかも走れるで7番が高橋意外と結構ねいいところで打ってくれたりもしてますで、サードが内野安打丸走れる長谷部で、ライトねライトも走れるんですけど今ちょっと走力期待中の成田2年1年生でピッチャーがもう本をビタビタ5枚上げてますジャイロボール奪三振緩急対強打者内角攻め対ランナーというような形で打ちのというところでやっていきたいと思います。2年生に転生 OB がいない分1年生に山田哲人で、キャッチャーに伏見トライで、沢田くんですね、今ロッテですねオリックス追って大阪桐蔭とかも追った、履正社と大阪桐蔭がいてくれてるというような形で、早速ね1回戦入っていきたいと思います。まずはねここしっかり勝てるようにやっていきましょう。なんでなんで春で勝った相手ね。オッケーオッケー。ねここは青木でいきましょう。青木がかなりいいんで、青木の出塁率の高さで結構ね、近畿大会もそうなんですけども、得点を取れてるというシーンがかなりあったので、青木くんにはかなり期待。で、しかも青木くんのいいところは、一般入部なんですよね。さあ、先制のチャンスを迎えました。ほんで、ロケットスタートの、まず、テストが出てくれている。まあ、これはしょうがない。ランナー二塁に戻ります。いや、テストもね、だいぶね、打てるようになってきたんですよ。なんで、まあ結構ね、打線はね、いい感じで盛り上がってきてるんですけども、いかんせんピッチャーがね、やっぱ例年に比べると山野、ああやっぱりなんか転生プロっぽいなと思ったけど強いね。まあ子宮はあるけど。はい、オッケー。中田君抜いていった。結局前評判2位で来とったんですけども、誰ホームラン？はい、飯田君パワーヒッター持ってるからね、完璧。はい、チャンス。鉄と。ああまあまあ C やね、まあ、神宮大会出てくるぐらいやからテスト強振入れてこい思いっきし OK あー惜しいレフトへの打球。まあテストの場合はストライクまで強振でフルヒッターで打たせてでその後フルストライク追い込まれたら、まあ、つなぐ野球ということで転がせで打ってもいいと思いますね。青木くんは常転がせ打ちました。長谷川どうまいどうまい。まあ、打率5割ぐらいあるからだいぶ打ってくれてるんで助かってるんですけど。はい、チャンス。ここで打てるバッター、さあラッキーボーイ飯田。飯田もいいんですよね、盗塁もできるしアベレージしたパーヒッターあるんで。ナイスバッティング。レフト前クリーンヒット。だ打線は好調なんでしっかりと打線をつないでつないでって。はい、ここセーフティー。足も使えるんで、はい、いけるか、ピッチャーセーフになる、はい、セーフ。結構ね、意外と盲点なんですけど、転生のプロって、野手能力低いんですよね、だから、今みたいにセーフティーバンドとかしても成功しやすい、転生野手、転生プロの投手は結構ね、野手能力低いんですよね、意外とその辺が、普通の選手とかでしたら。能力高かったりするんですけど、転生プロってもともと野手能力決まってたりするから低いんですよね。結構その辺は転生プロとか OB とかは意外とそこがね盲点になってるんですよ。意外とその辺で送りバントとかセーフティーとか決めやすいんで使えます。これは一個の作戦として。宇宙間へ犠牲フライになるか。はい、中継ランナースタートを切った。オッケーオッケー、いいよ。ライトへの犠牲フライなら、さらに1点追加なら。本当はねもう1枚ぐらいいいピッチャーがおったらいいんですけど、なかなかそこはいないんで、しばらく内野で頑張ってもらって、で並木が次おるという感じなんですけど。オッケー、ナイス。これで掴んだ1塁送球。まあまあまあ、これで2アウト。ランナー2人を置いて迎えるバッターは山田。さあ打ってこい一発。惜しい。佐藤今拾った。いいよ、ガツンと一発。サード正面のゴロ、小西ボールを掴んだ。まあ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 しゃあない、鉄はどんどん打たしていくから。スリーアウトチェンジ。アンダーやったら盗塁、ほんでまあ長打も狙っていくと。で青木
ナイスバッティング。やっぱ5割やからね、2回で1回は絶対打つんですよ。青木二塁を狙う中継、一般入部でこれは強いでしょ。青木ツーベースヒット、先ほどヒット。さあ西口プルヒッターなんですけどね、まあいいや、もう奇襲ってこい。いや結構ね、あの久しぶりに転生プロじゃない、転生 OB じゃない選手でここまでホームラン12本打ってくれてるんで優秀ですよね。で しかも結構ねプルヒッターで引っ張りの指示で打ってくれるんで嬉しいですよね。できれば20本いってほしい。今今日はここまで3打数1安打。さあ今いい、これ5点差なんで今あと2点取ってできればね点差を広げていきたい。おーナイス、オッケー。今いいバッティングを見せる。いいよ、エラー当たったんだけど野田点当たる、当たる。まあ流し打ちでいこうか。来ました、これも犠牲フライになる、6打点目。これは犠牲フライになる、取りました。完璧やな。オッケーオッケー、イーダーライトへの犠牲フライ、まだまだ点取っていこう。スコルトガチいくよ。オッケー、高橋もよう打つんですよね。江口くん、まあ普通のピッチャーね。じゃあ長谷部転がる、長谷部ね内野安打あるんでどうしても転がせがねもう数字的には多くなってしまうんですけども、まあまあまあ問題ないですね、しっかり打ってくれる。長谷部ナイスバッティングです。成田のとこなんか、トライ行こうか。ピンチヒッターは伏見、トライ行くぞ。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。転がせ、タイムリー頼むぞ。トライ、オッケーオッケー、どんどん打っていけ。オッケー、ワンスリー、ちょっと待とうか。はい、フォアボール。バッター、ウッチーのとこももう代々行くわ。並木好調なんで、瀬戸くんで代打は、まあ大丈夫でしょう。前評判 DS。 ラッキーボーイの本領を発揮してほしい。初球を打ちました。あーナイス、ああ惜しい。セカンドから1塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。ほんでここで代ここに沢田行こうか。じゃあ沢田、おお、はい、頑張れ。あらあらあら、頑張れよ、ここやぞ。持ち前の熱気が、まあ、1点取られてもいいから頑張って抑えろ。しゃっ、これ取れるな。はい、オッケーオッケー、1点ぐらい投げることに意味が。神宮大会で1年生投げれたら十分よ。しかもまあ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 、思ってる以上にあんまり強くないから沢田君、コントロールも F やし、変化球はねそこそこ良くなってきたけど、まだまだね発展途上なんで。確かに打たれるかなという。点差を5点に縮めました。でもこの回は投げさすからね、頑張れよ。打順は1番に帰って芝、今日はここまで打ちました。いいよ、頑張れ、1イニングぐらい頑張れ。打ちました、2塁ランナー3塁へ向かう。ちょっときついかな。中継、柴田いいバッティング。先ほどヒットを放っている森、いや頑張れよお前1年生。オッケー、青木ボールを取る。はい、オッケー、なんとかなんとか2失点かな。でこの後ねテストから、あーアウトか、ちょっと打ててないね。あの1打席目打てたんですけど、でここはもう5割の男が塁に出て得点のチャンスを広げてくれるはず。低め、ボールが、はい、5割の男、ピッチャー抜けた、完璧よ。青木ナイスバッティングです。バッターは2年生西口で、またこれで走れる。キャッチャー2塁送球、これは悠々セーフ。できればね盗塁をね上げてほしいんですけど、なかなか上がらんもんね。ここで打ちました、西口、これ内野でいけるんじゃない。1塁送球いけるか、セーフ。オッケー、サードのエラーは記録され、まあまあエラーでもいい。2本のヒットを放っている今井、ほんで走る、セーフ、2塁がセーフ、ランナー。オッケー、センター返しでいこうか。もう一周打ってこい。はい、ナイスバッティング。これもう一人帰ってくる、ナイス。いや、いいランですね、素晴らしい。はい、これでまた7点差、最終回並木いくから。バッターは2年生飯田、今日はツーランホームランを打っています。やばいね飯田、え、6打点また打つんじゃないこれ。低めボール、あー、ナイスバッティング。いやいや、5打数5安打じゃないの。飯田、いいバッティング。いや、素晴らしいよ。高橋、いや、高橋もいいね。いや、みんないいよ、みんないい打撃陣。あとはもうね、ピッチャーが なんとかゲーム作ってくれたらなんとかなる今のとこ。タイム、いやー、まあ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 、やっぱり打ちました、ジャンプ、オッケー、ナイス。レフトバック、いよいよ、お前たちいいね、どんどん設定上げよう。今日これ
出す。ここまで2安打の長谷部。センター返し。ここ打ってほしいな長谷部。長谷部もね本上げてるんで、内野安打とかあるんで結構ね重宝してるんですけど、おお、ここはあかん、それはあかん、まあまあしゃあないな。山口で、沢田ピッチャー交代して並木で、並木頼むよ、1イニングしっかりゼロで抑えてよ。ちょっとこうなってくると次ね、内野ですらちょっと不安やのに、もうピッチャーをね、他のやつ出せんくなってしまうんですよね。頑張ってね、なんとかね、ゼロで抑えていってほしいんですけど、ちょっとボロボロやで、お前ら。OK、亜生で、うわー、うわー、なんかすごいボロボロ、大丈夫、まあいいけど、試合長引かせるのはやめて。これ犠牲ぐらいになるね。取りました。Okay, okay. まあ、しゃあないな。スタートを切った。タイガー、センターへの犠牲フライ。山口、1点返しました。ここから守ってたらいいから。はい。で、2アウトながら1、2塁でなんか超ノリノリの打率10割のやつ来た。どうせ今日初めて打席立ったみたいな感じやろ、お前。ボールうわー、この超ノリノリやから打つみたいな、そういう感じのやつやめて。なんかあんまよろしゅうないね、並木も。坂上タイムリー、今日は安打を放っています。バッターの何してたんだよお前は。頼むよ並木、並木あと2イニングいかなあかんねんからな。先ほどお前絶対バテるやろこのままいったら。打ちました。頼むでほんまに、9回まで持たんやろお前。並木取った、一塁送球、はい、オッケー。アウト、まあエラーもあるけどね、味方のエラーもあるから一概にはね攻めれはしないんですけど。テツト引っ張ってこいよ、一発。初球打った、小西ボールを取る、一塁を送る、アウト。これで2アウト、まあ、あんまり今日はプルヒーターが功を奏してないよね。ここまで3安打。さあ持ち前の強心臓勝ち、初球から打ってった、ピッチャーの一塁送球。まあ、3アウトチェンジ、終わりやからね、6打数3安打十分です。バテってくるんじゃないそろそろ、一応すごく上げます、使っといて体力だけ上げときましょう。前進守備でお前ら1点守れ、1回1点守る練習や。タイブレークとかなる可能性あるからな、チームは。ボール球やった、山口点差を3点に縮めました。いやこれね、アップデート前やったらかなり厳しいと思うよ、連打されるから、まあ、ただね、もうこれいらんて、西口ちょっと多いわ。ワンアウトランナー二塁、西口が多いのか、これ並木が暴投してるのか、どっち。外のボール球打った、ピッチャー返し抜けた。いやーこっち並木クビにするでお前ほんまに、打たれすぎ。ワンアウトランナー一塁三塁となりました。このまま行くと2年生が最後の夏の時全員ピッチャー内野以外ベンチ外にさせるで、ほんまにこんな結果出すんやったら。外のボールがピッチャーゴロ、はい、セカンドフォースアウト、一塁送球、アウト、ダブルプレー、3アウトチェンジ。この回点取ろうね、オッケー。西口出た、江口、はい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 、まず走る、で西口がまだ総力 A じゃないんでちょっとね不安視はあったんですけど、ここはちょっとね確実にちょっと点取りに行きます。はい、 OK、 やっぱりね、困った時の転がせ最強説、来たな飯田、打ちすぎやて、一発打ってこい。おお、これラッキーキッズだった。拾い直した。山口、ここで前進守備をしてます。やらし打ち。おっしゃ。いや、ちょっと飯田がやばいな今日。ライトを見上げた。5打数5安打。スリーランホームラン。2ホーマー。飯田、今日これが2本目のホームラン。いやいやいや。スライダーを完璧に捉えました。1人で9打点ぐらいいってんじゃない。雨押しとなる一発。えぐいえぐい。一人で9打点いってるよ本当に多分。え、打ちすぎじゃない、じゃピッチャーじゃない、9打点えぐ、打ちすぎやって。セーフティー、 OK、 ラッキー、これラッキーやわ。今拾った、キャッチャー取れないってことはキャッチャーがエラーしてるんかな。
でもキャッチャーなんか転生っぽい顔してるんやけどね。頼むよ、はじめ。ボールを打った。まあこれでいったらもう対象やね。6点差あるんで、バッターはピッチャー並木。まず走る。キャッチャー二塁へ送球。二塁セーフ。ランナーが一つ先の。はい、並木くんに代打いきましょう。ではちょっとね、並木くん行かせたら次誰もおらんくなるんですけど、ピッチャー、まあまあいいです。誰かおるでしょ。掴みました、タッチアップ。でさすがにこの点差は返されないでしょ。7点差ならなおもチャンスが続いています。今日ツーベースを打っている瀬戸、まあ、あれするから、お米とか使う、お米っていうか電令使うから大丈夫。どうだ、前進守備ファースト右。もう1点欲しいな。テスト出てないな。ちょっとじゃあ一回ちょっとあんた赤とつけられるかもしれない。それうん、オッケーオッケー。リードを発展に広げます。16対8。つけられる可能性あるから気をつけて。バッターは2年生山田。ロケットスタート。二塁送球はどうだ。ロケットスタートはこれの意味じゃないんやけどね。内野安打の意味なんで。もう一丁、はい、セーフ。ランナーが1人。いや、いいね。お、打てよ。打ちました。福田、ボールを掴んだ。あーっと、送球それた。あー、スリーアウト。どんまいどんまい。さあ、最終回行こうか。大峰行こうか、じゃあ。並木行こう。9回の裏。え、大峰一人。大峰一人っていうの、お前、下の名前。まあ、多分カットなんやけどね。なんか、さあ、調子を上げてくる。かわいそうな名前でもないけど。なんかすごい、一人ってなんかすごい一人で生きていけみたいな感じの親の気持ちがあるのかな。そういう気持ち、こう意図があってこうつけられたのかもしれない。マウンドでは常に一人やで、孤独との戦いと。さあ絶好調男、絶好調男、大絶好調男、いけ。さあ、いや、大峰いいんじゃない、この1イニング抑えたら。全球種持ってるしね。おっしゃ、最後ね。初球を打ちました。うお、三者問題。ボールを取る。ショート、はい、オッケー。神宮初戦突破。ここは及びません。オッケーオッケー。なんか無駄に長引いたような気したけど、まあなんとかね、しっかり勝ってくれたんで、もう全然オッケーです。勝ってくれたら全然オッケー。はい、飯田がね、一人で9打点化け物です。なんか持ってきます。チャンス B、飯田くん持ってきてません。うわー、すごい高橋、チャンス B、 そして内野安打。いや、いいんじゃないか。わー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 、さすが神宮ですね。やっぱ打たせんとあかんな、神宮は。どんどん打ってけと。いや、それはノリノリなるわ。ほんで、まあちょっとこっち使って、次の対戦相手ね。厚崎ね、まあいいです、別に全然このままいきます。で、決勝に単行調査使うわ。もう対戦相手分からんけど、まあこれでいくと青木かな。はい、うちの超ノリノリ。いや、でかすぎるわ。うちのの超ノリノリはでかい。しかもなんかみんな結構ノリノリ。長谷部くんだけなんかなぜか一人だけ普通やけど、これかなりでかいよ。さあ、まずはちょっと鉄とか打ててないのが心配なんですけど、マウンド上は平山くん強いな。1年生か、これで。お、ちょっと待って、キャッチャーこれ誰だ。木下、あ、中日の木下かな。あ、ちゃうわ、え、木下拓也キャッチャー。結構でも強いよね。でも中日ですよね。あ、やっぱ中日っすね。でもキャッチャー E なんだ。なんかさ、このさ、まあ、プロ野球の中で レベル差をつけなあかんからってしゃあないと思うけど、高校時代はさすがにさ、もうキャッチャー B か C ぐらいあるんじゃないの、転生は。いや、長谷部がまずスリーラン。一番普通、調子普通のやつが普通にホームラン。そこはね、ちょっとなんかこうキャッチャー、せめて D にしてあげてほしいよね。せめて打ったバッターは、いよ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 、サード行く。中継、打ったバッターは三塁へ向かう。三塁送球、青木スリーベース、うん、違う違う。い
じゃあ点取れない。意外とそっからは投手戦。ただ鉄の出る、鉄といけるよ。チルあんま強ないんでね。ただキャッチャーでも肩いいんかな。うわこれはあかんか。まあまあしゃあないね。でもガンガンいくからテストの場合は。でスリーベースヒット、ツーベースぐらい狙ってほしいけどね。うわこれは内野打になる。アウトか。惜しいな。これでワンアウト。ランナーいいよ。ここで初めてピンチ。おーチャンスええか。ちょっと怖いけど低めで落としといたらいけるやろ。今日ノリノリやから取れるか。うわー無理か。おし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 。石塚ナイスバッティング。ツーアウトランナー一塁三塁となりました。大塚今日はショー初球打ち流した。レフト左フェンス直撃。さっきようやく普通に打たれた。大塚タイムリーツーベース。超ノリノリやからね。なおもピンチが。まあ、なんとかね抑えてほしいんですけど。ツーアウトランナー二塁三塁となりまして川口いいよ。打ちました。痛烈入れば逆転だ。さらに伸びていく。マジで見上げた。またなんか始まったの、その連打連打のパターン。いや厳しいな。ボールを二塁へ送った。盗塁成功。まあいいや逆転するぞお前ら。重要な。まあでも須崎もともとちょっと強いもんね。うん打撃力あるもん。 OK 高橋翔ノリノリいけるやろお前。ストライク。なんでなんでバッターは2年生。なぜかジョックロックかかったし。さあ持ち前の強心臓が力を。頼むよ長谷部。急に打たなくなるのやめて。いやーちょっと良くないな今は。今日はショートゴロとセカンドフライ。さあ持ち急にスリーラン打たれるもんね。いやーお前よう取るなピッチャー返しさっきから。スリーアウトチェ。うわーここ絶対ゼロやな。頼むよ。いやー変な1点いないよ。いらんってだから。いやーこの1点でかいわ。いやもう打たれんでええから。まあでもねウッチそんな能力高くないから超ノリノリやからねカバーしてくれるかなと思ったんですけどね。オッケー。まあ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 全くタイミングが合いません。当たり前よ。7回の裏が終わりまして5対3。こっからよ。うわー出ないなー。うちもうだってこれ8回でしょ。2アウト。とりあえず塁出ないと話ならんよね。いや頼むよ出てよ青木5割の男。打ったこれはセカンドは正面井上取った一塁。いやこれ最終回2点返せるか。いやいやいやもうええー、て何これ。持ち前の熱血が力を発揮することに。初球から打ってった1・2塁間への当たり。これかな。オッケーオッケー。ワンアウトランナー2塁。3点差か。ランナー1人を置いて迎えるバッターは鈴木。打ちました。マジで。マジで。うーわ何これ。そんなに打たれる。アップデート終わったんじゃないの。いやこの世代ちょっと待ってやばいやばい。取れる。いや超ノリノリでこんだけ打たれたら超ノリノリもくそったりもないやんか。いやちょっと見せ場ないな。うちのボールを取る。一塁へ来る。アウト。スリーアウトチェンジ。うわ多項調査もったいな。使ってないもんなうち。勝てると思って。究極の思考が時とりあえず転がせ。ルイ出るよ。打ちました。オッケー。そうそう。抜けた。5点差なんですけど。西口いいバッティ。バッターは2年生今井。きっちり返していったらいけるから。キャッチャー二塁へ送球。いけるからセーフ。成功。ランナーが一つ先。オッケーオッケーオッケー。もうきっちり返していこうねみんな。持ち前の強心臓。センター返し。タイム。一球見よう。ストライクか。よっしゃナイス。いいよいいよツーベース行こう。今井ツーベースな。オッケーオッケーオッケー。いやーこれねー8回の裏にねあんだけ打たれたんでかいよね。ん
でこれラッキーボーイ使う。ラッキーボーイの本領発揮。いやもう転がせよ。打ちました初球打ち。はいオッケー抜ける。抜けた。いやお前らいけるぞ。4点差あと。バッターは2年生高橋。でまず走る。速球2塁はセーフ。ランナーが2塁。いいぞこれラッキーボーイ使うチャンス上がる転がせ高橋は打つ抜けたナイス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 3点差ノーアウト1・3塁まだまだいけるちょっと待ってお前は走れないか肩 B やもんな走力 B いや行こうか勝負行こうかダイソーはだっておらんもんなおらんな行こう行こう行こう走るの勝負するわまず伝令で的確に助言する絶好調なる走らせオッケーナイス2塁送球はセーフ2塁がセーフオッケーいいぞさあここで前進守備をそうやなこれで転がせで前進守備の間抜いてこいいぞ長谷部前進守備の間うわー掴んだセカンドうわーエラーしないアウト成田は1年生成田成田センター返しや頼むぞ内角ボール球打ったさあ犠牲フライ落とさないから取りましたうーしっかり取るねいや代打行くわ奈良点差を2点に縮めましたここうちの代打杉浦がまだ打てるまだ打てるぞさあ持ち前のくせ者ぶりを発揮するのかいやこれね流し打ち勝負出るわ初打席いけるぞいや打て打て通信空振り三振高めの変化球にやられました何してるお前マジであと一歩及ばずここで敗退ですいやーちょっと最後終盤ね追い上げ見せたんですけどちょっと8回の裏に点取られすぎたな3点取られたんがちょっと痛かったねだって無駄にホームラン2本打たれてるからいややっぱうち弱いなめちゃくちゃ下がるいやこれちょっとね春頑張らないとかなりきついねいやーちょっとねしんどいなもう一戦やりたかったんですけどここで負けてしまったんでまあまあまあしょうがないねうちのチーム弱いから沢田いや伸びマジも持ってきてあ伸び B かいやでも S 伸び S あ無理だ無理でしたで、スカウトいきますこのまま11月入ってやっていきましょうで、前回ね、まあ、あの山田哲人伏見、そして沢田と、3人取れてるんでまずは近畿地区から入っていくんですけどもまあうわ長崎キャッチャー8にええな一回行ってみようか長崎あんま行ったことないしねほいはあ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 なんか走塁ビタビタの岡本と広角打法の吉田くんとかいいんですけどあ長州内山下ね盛り上げ役将来性、まあ、この将来性悪くないけどねあの転生覚醒してくれると思ったらまあただこれでいくとまあ長州内の山下かなはい来てくれるまあうちねちょっとね神宮やられてしまってるんでで夏の甲子園も3回戦敗退なんでもしかしたらね足元見られる可能性はあるんですけどもまあ、ただね、春負けたらね、下手しいね、名門から強豪に落とされる可能性はあるんですよね。そこはちょっと心配。OK、行こうか、広島、久しぶりに。どう？ちょっとしょぼいな、これ、ピッチャーさんに。なんかね、広陵やったらね、野村くんとか来てほしいんやけど。いやー、しょぼい、しょぼい、しょぼい。はい、行かなーい。なんで広島やのにこんなしょぼいん？というところで、次ね、12月入ってまた、3回目4回目といきたいと思いますはい、というところで新入生スカウトやっていきたいと思います12月入ったんで3回目になりますね次は近畿かな行きましょう今さっきね、広島行ったんですけどもいい選手おらんかったんで飛ばしましたで前回ね、兵庫で、山田テスト見つけたのでまあ、大阪の投手4人とかいいね。だから結局、出身校のところで行くんかなと思ったんですけど、おそらく中学校、地元がどこかというところが重要になってくるのかなと。転生プロ。
の場合、まあ、あの OB もそうなのかもしれないですけど、だから山田哲人とかは履正社なんで、本来では大阪でおるんかなと思ってたんですけど、兵庫におったんで、もしかしたらそれだけ仕様が変わってるのかなとは思うんですけども、とりあえず大阪行ってみましょうか。はいはいはい、内藤君の奪三振はまあ悪くはないですけども、はい、他は、はい、なんかしょぼいね今回。まあ、とりあえず内藤君奪三振持ってるんで声だけかけておきましょうか。はい、来てくれる、オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ別に問題はないんですけども、で、このまま4回目行くんですけども、行きましょうか。はい、次はわー、愛知いつもね、イチローを狙ってるんですよ、イチロー。石川ね、これ外野がおらんの、あ、でも奥川くんとかおるから、奥川くんとかもいいよね。ただ先に愛知行きましょう。わお、北野くんいいね、練習取り組み姿勢やけど。お、全国準優勝、いいですね、ヨネちゃん代打の切り札。ほい、あー結構悪くないですね、愛知強いな。とりあえず全国準優勝のヨネちゃん行きます。どうかな、はい、来てくれる、オッケーオッケー。というところで、今4回終わって1回見送ってるんですけども、ピッチャー1人、まあ、で流し打ちの山下で、奪三振の内藤で粘り打ちの米田というような形で、まだねあんまり伝説 OB とか取れてないんでちょっと不安はあるんですけども、こっからね、やっていくんで、頑張ってやっていきたいと思います。それではね、次1月入って、最終スカウトやっていきたいと思います。はい、それではね1月入ったんで5回目、そして6回目とどんどんやっていきたいと思います。さあまずは、次は東京、関東ですね。最近ねこの辺でね欲しいんですけどね、東東京とかも悪くないし神奈川とかもいて欲しいんですけどね。あー、まあまあまあ東東京なんか良さそうな感じ。天聖プロ来い。わお、全国準優勝中川くん。他はプロはいない、いない、あー副キャプテンね、まあ準優勝の中川くんかな。ちょっとねまだプロが転生が来れて、まあまあか、まあまあ余ったら行ってもいいかなっていうとこぐらいのレベルかな。めちゃくちゃ強いってわけでもないんで、まあまあどっちでもいいですね。めちゃ下がるやん、4人気。ほんまにお前らアップデートしたんかこれ。伏見のそれはでかい。で、こっから早く出てきて。はい、来た、6回目いきましょう。はい、次東北。結構ね意外と東北とかにおったりするんでプロ野球選手多いんかな。うわ来ました、岩手行きます。うーん、青森もいいですね、内野6人。坂本、あでも中学校やから関係ないんか。坂本くんとかね、こう、坂本くんって青森山田？構成？構成か。まあ、とりあえず岩手、ピッチャー4人、行きましょう。大谷翔平くん。いや、いてない。いてない。いてないのよ。他は？うわー、しょぼいなー、これ。はい、いらない。で、今、6回行ったんですけども、2回見送ってるんで4人だ。全国準優勝2人取れてて、で、奪三振と流し打ち取れてるんで、まあ別にバランス的には悪くないんですけども、まだね転生が取れてないんで、あと4人4回いけるんで、どこ行こうかなって言ってたんですけど、さっきの内野の6人青森行ってみましょう。ほう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 、今んとこはいないと。いない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 。いやーちょっとしょぼいな、これもいらない。全国出てないような選手はいらない。どこがおるんかな。意外と愛媛投手盛んどう。なんか今回ハズレやな、おらんぞ全然。ちょっとこれ声かけとかな、ちょっとやばいよね。だって今中川くんももしかしたら来ないかもしれないし、ああそうやね、サウスカウトできないもんね。声かけといてもいいんやけど、いやいらんもんねこんなん。いらんいらんいらん、全然いらん。あと2回、確実にあと2回なんで行きたいんですけど、
福岡行ってみようか。福岡そろそろ九州におるんじゃない、転生。いや、なんでこんなしょぼいみんな。あれあれ、いや、これちょっと取っとかな、やばいもんね。一応バンド技術の大西くん取っとこうか、一人だけね。はい、で最後、これもう最後なんですよ。流し打ち、準優勝、大西で、しかも準優勝の中が来るかわからないんで、わ、これきついな今回。なんかバランス系でええとこないか。神奈川行ってみようか。来いよ神奈川、まんちゃん来い、まんなみ。いやー、ピッチャーもしょぼいな。オッケー、来た玉井くん、いいよ。オッケー、全中準優勝ばっかりやけど、うわー、今回転生 OB 誰も来ん。はい、来てくれる、オッケーオッケーオッケー。ちょっとね、今回転生プロ OB 来れてないんでちょっと怖いんですけど、流し打ちの山下、奪三振の内藤、準優勝の米田、粘り打ちですね。でもう一人の、練習取り組み生の中川、バント技術でチャンスに強い玉井と、全中準優勝3人組、中川が来てくれたら、この全中3人組で、全中準優勝3人組でなんとか頑張ってほしい。だいぶ失敗したかもしれん。ちょっとね、ピッチャー1人しか取れてないんで、この辺で、あれしてほしいね、転生プロが普通に入部してほしいというところでね、このまま、春の甲子園の手前まで行こうかなと思います。はい、皆さん、ここに来て、2月4日覚醒来ましたね。この顔は誰だ、野良すぎて誰かわからん。いや、レギュラー陣やったらでかい。お、瀬戸くん、いや、レギュラーではないんですけどベンチ入り選手で走れるんで、いや、かなり瀬戸くんの覚醒はでかい。レギュラーではないんですけど、もう時期ビタビタのレギュラーなんで、いや、結構強くなったよ。で、対左へバント丸、さよならとかアウトコースいったで、盗塁 C 持ってるんで、で、もうちょっとで走力上げたらもう完璧。いや、いいですね、いい選手が覚醒してくれたというところで、このままね、練習試合もやっていこうと思いますので、いや、この流れいいんじゃないですかで、このまま青マスを止まりたいんですよ、うちは。青マス、あー、ダメか。この期間にじゃあさっき練習試合やろうか。練習試合で、うわ、瀬戸内高校行こう、名門。一回うち負けてるから。ほんで、あ、練習試合ちょっとね、この期間中に左打ちに変えた選手とかもおって、うん、ちょっとね、西口は先にあれやね、で、トライも肩合わせて、で、お前はミートやな。で、飯田もパワー系男子なんで、で、成田も総力。うちね、かなり機動力強いんで、いい感じでは今んとこ来てるんですけども、お前パワーやな。オッケー、瀬戸もね、この瀬戸の覚醒が一番でかい。いや、レギュラーにしてもいいレベル。ここで、来いよ、記者。記者来い。あー、もう、鉄と。不良を別に潰さんでいいんよ。ただここで練習試合、今日は練習試合やります。青木でいきましょう。あれ、滝口、転生 OB かな、じゃあ転生プロかな。いや、瀬戸内高校といえば岡山県で燃える男がおるんですよ。燃える男、うち瀬戸内高校に負けてるんで、一回普通に負けてるんで、ここ強いんですよね。はいはいはい、ほらほら、もういきなり2点取られたでしょ。ここ強いんですよ。あ、でも一般強いな、こんな選手まだいっぱいおるの。ほらほら、星野さんおるやん、星野誠一さん。いや、出してよ。え、まだ、あ、そうか、2年生やな。あー、エースじゃないと。うーん、黒木くんがエース。あー、松岡弘、転生 OB。いや、もう強い、めちゃくちゃ強いやん、君も。いや、もうやっぱ強いな、やりたくなかった。やっぱやったらね、春の甲子園で当たる可能性とか出てくるから。オッケーオッケーオッケー、ナイス。いや、もうね、ちょっとね、何してるお前たち。
頑張って頑張って点取っていこう。誰飯田ホームラン。いや飯田いいね。うち結構ね打撃は悪くないから、でこのね冬にかけてね走力も鍛えたし、で結構走れる選手はみんな左打ちに変えたんですよね。やっぱ内野安打とかも多くしたいから。で山田哲人も申し訳ないんですけども左打ちに変えました。左打ちの山田哲人です。セーフ。うわー惜しい。はい1点取る。だ足を使ってねどんどん機動力野球かつホームランも打てるバッターも結構多いんで勝負していくと。でここも走る哲人セーフ。いや哲人ね、哲人下手しいさ、今422でしょ。ほらほらほら、あ来年行くわ、日本代表行くわ。これ哲人の時、いやいやいや、もう一個金徳でなんか持ってきて MVP 取ってきてほしいよね。いいよ西内ちゃん行こう。最近ホームラン出てないからね。一発ナイス、オッケーラッキー。いいよいいよ、名門倒そう名門倒そう。いや練習試合でもしっかり勝ったらやっぱ自信になるからね。いや今井ちゃん頼むわ。今井ちゃんがもうちょっとね一発打てるようになったらチーム自体もね上がってくるような気はするんですけど、今井ちゃんどっちかというとね一発というよりもつなぐ4番みたいな感じなんで、で飯田がやっぱ打てるんで一発 OK いけるか。 OK セーフー。いいねいいねいいね、お前たちいいよ。神宮負けた悔しさあるもんね。高橋走れないんですけども走力 A でかつ内野安打があるんで、まあねそこそこね走ってくれるんで大丈夫です。いいよいいよいいよ、ウッチーが打たれるのはそこそこ打たれるのは追い込み済みなんで特に問題ないです。神宮で証明してるんで。はい、だからもう頑張ってうちは機動力と強力打線でなんとか勝ち進むしかないんで。ああいや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 、あかんてあかんて、そういうのは一番良くない。ピンチを広がるから。まあでもねこんだけ点取ってるのはちょっと自信になりますね。まあただね打たれ出したら止まらんのよね。ほんまにアップデートしたんかなって思うくらい。ただやっぱ名門には打たれちゃうね、さすがに。オッケーオッケー、いいでしょう。いいよ、オッケー。青木、いやもう見てくださいよ。あー古賀くん、いや千一さん出してよ。星野さん対戦したいんやからこっちは。もうね青木がやばい、打ちすぎて。青木走る、はいセーフ。長い集中。うわーもったいないな。まあまあいいわ、練習試合やから。で今いい転がせ、ここしっかりやる。おっしゃナイス、いいねつなぎの4番帰ってくる。無理か、ここ帰ってきたら一番大きいんですけど、それが帰ってこれないもんね。でラッキーボーイ打てよ、しっかり打てよ。 OK。 いや飯田がいいわ。もうねやっぱりね盗塁できるようになったし、アベリジシッターパワーヒッターあるから完璧。でこの男よ、内野安打持ってるからパワーヒッター見せといてセーフティーない。まあ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 しゃあないね。でこの男長谷川、 お前もいけるか。ツーアウトやけど行ってみるか。はい、うまいうまいうますぎる、セーフー。いいねいいね、お前たちいいよ。いやこれは自信になるね、名門倒せたら。はいセーフー。超強力機動力打線、オッケーいいよ、打つよ。まあどんまい、オッケー、あと4点守ろうね、4点守ろうね。守れるかな君たちは。
あら、ウッチバテてる。珍しいね。OK。これは無理。あ、無理か。なんや今の。チョンって今一瞬飛んだやろ。いやー、ちょっとここね、しっかりと押さえてほしいんですけど。頼むよ。タイムレックの練習。オッケー。いいね、いいね。いいよ。もう練習試合はね、もう練習試合やから。やっぱ練習のための、本番のための練習をね、どんどん積んでいかなあかん。オッケー、いいね。バカめ。いいよ。おお、ナイス、成田。1年生ながら肩いいね。いや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 、完璧よ。このピンチ抑えよう。ここで打たれたらあかんねんで、うちの。オッケー、いけるか、取れる、取れ。あー、無理か。ここで打たれたらあかんのにな。まあ、しゃあないな、しゃあないな。さあ、ここで柳沢。オッケー。さあ、もう一丁。うわー、打たれる。ここしっかり押さえてよ、もう。頼む。はい、最後。逆転打たれた。もう負ける。止まらんねんけども、打線が。本当にアップデートしたの、イサム君もしかして。あ、違う、全然違う。マジで打線止まらんねんけど。せっかく打ち勝ってたのに。ここで、鉄とか出てあるの。オッケーオッケーオッケー。で、走る。セーフ。いいね、いいね。お、千一さん出てきた。燃える男。いや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 、打っていこう打っていこう、頑張れ。オッケー。まあ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 、これ最終回追いつきたいよね。いや、西口いけ。どうだ。相手一発あるから一瞬打てるかなと思ったんですけど、無理でしたね。全然無理でした。いや、もうこれね、マジでゼロで抑えてほしい。褒めまくる。頼むぞ、うちの。いや、もうなんでこんな打たれるっていうぐらい打たれる。もうちょっときついなこれ。千一さん、頼むよ。せっかくこんだけね、うち打線で打ってくれたのに、結局うちのがめっちゃ打たれるからこんな感じになっちゃうもんね。ちょっとしんどいなこれは。3点差でしょ。おー、これは何やだ、なるか。あー、無理か。ちょっとよね、もうちょっとピッチャー頑張ってもらわないときついね。これ春もしかしたらマジでやられるか。せっかくちょっとチーム強く本とか上げたのに。オッケーオッケーオッケー。いいよいいよ、こういうの大事。1点ずつ返していくのが大事やから。オッケー。あー、まあまあまあ、もう言えば。しゃあない。しょうがない。しょうがない。いやー、負けたね。ちょっと、連敗続き。神宮に引き続き連敗続き。ちょっと怖いんですけども。まあ、しょうがないわ、ここは。はい。で、うちのがね、スプリット7になったんで、もうね、スプリットで三振の山をくっついてくれることを祈るしかない。というところで、卒業式かな、さっき。やっていきたいと思います。はい、それでね、卒業式入っていきたいと思います。まあこの世代、篠原も良かったね、プロ野球選手、行ってくれて、で、まあ盗塁もできたし、32盗塁も結構多かったんじゃないですか。で、安田プロはいけなかったけども、中継ぎでね、いいところで投げてもくれたんで素晴らしかったです。
で星野信之さん、このエースの星野さんで打たれてしまった新世界高校は強すぎた。でチカちゃんよかったね、チカちゃんはもう完璧で、橋本最後はねベンチ外れてしまったんですけど、高架打法でいいところで打ってくれました。木松さん意外とね高架打法持ってたんですけども、意外とそこまで打てなかったんですよね。次はもっと打てるように頑張ります。で遠藤もね、篠原遠藤としっかりと2人がね走ってくれたおかげで勝ってくれました。で山田はねようポロポロエラーしたね。どんまい。で、沢口、沢口もね盗塁できる選手というところで結構出させてもらったんですけども、最後なんとかねドラフトに引っかかってくれたんで、それは良かったですね。はい、篠原、悪くないですね、総力 S で、星野さん、うわー強いな、だいぶ強いよこれ。で近田勝負師で木松さん盗塁 A 持ってきたんだ。ほんで遠藤盗塁 B で、沢口というところで、いやー星野さん良かったよね。こんだけ強かったのにこれだけ打たれたっていうのはちょっとショックやったんですけども、まあでもね新世界高校が強すぎたってことですよね、要は。まあというところで、抽選会、まで入っていこうかなと思います。はい、いきましょう。さあ、組み合わせ抽選会参加しますというところで、うわ結構強いな。秋島とかも入りたくないな、ちょっと秋島だけは毎回ご勘弁してるんですよ、毎回ご勘弁してる。どう入った、オッケー、逆ブロー、オッケーオッケー、ちょっと下楽じゃない、須崎も上やし、オッケーオッケー、いいんじゃない、いいんじゃない、いや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 、というところで、今回神宮からスタートしたんですけども、まさかの2回戦で須崎高校、準決勝ですね敗退してしまって、でその後練習試合瀬戸内高校岡山ですね、練習試合もやってったんですけど負けてしまったと。でスカウトはねちょっと転生を取れなかったんですけども、全国準優勝の選手を3人取れたというところで、流し打ちの山下、奪三振の内藤で、準優勝の米田、準優勝の中川 60% なんですよね。でバントの大西でチャンスに強い玉井というような形なので、ここからね、また、ちょっと春の甲子園しっかりと頑張って、勝ってで、入学式迎えれるように頑張ってやっていきたいと思いますので、また MK のピューツマサをよろしくお願いいたします。それではまた次の配信でお会いしましょう。私はマサでした。